皆さんこんにちは、お城インスタグラマーの香織です。今日はモンサンミシェルに行く日なんだけど、ちょっと雨が降ってて、この後どうなるのかよくわかりません。とりあえず今1月2日の朝6時45分なんだけど、まだ真っ暗で、これからモンサンミシェル行きの1日観光ツアーの集合場所であるギャラリーラファイエットの本館を目指していきます。それでは行きましょう。高速バスでサービスエリアに到着しました。1回目の休憩です。高速のフランスの高速のサービスエリア、もうノルマンディー地方に到着したらしい。ノルマンディーって言うとやっぱノルマンディー上陸作戦しかちょっと頭に出てこないですけど、楽しみだな。リプトンのピーチティーとヘーゼルナッツのチョコ買ってみた。サービスエリアでした。超雨。わーい、モンサンミシェルがだいぶクリアに見えてきた。うれしい。無料のシャトルバス結構本数多くて良き、意外と良いです。が来た。急に健康意識芽生えてトマトジュース。お魚来ました。美味しそう。なんか結構がっつりお昼。嬉しいね。美味しそう。コースの最後のミルフィーユ来ました。思ってたミルフィーユとだいぶ形状が違うけど、でも美味しそう。都市の中にいるって感じ。すごい。
風が収まってよかった。急勾配だね。なんかかわいい。修道院が、修道院なんだけども城感がすごいんじゃ。あ、石垣。でもだいぶ振り幅すごい。誰が収容されたんだろうか。わあ、もう中世ヨーロッパって感じ、すごい大好きこの世界観。